こんにちは、シュンクッキングです。今回ご紹介するレシピは、材料をたったの3つで作ることができる卵、バターを使わないリンゴケーキの作り方です。大きなポイントは、オーブンを使わずにトースターで作ることができます。そしてただ混ぜて焼くだけで作ることができます。細かいポイントは動画で説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。リンゴは皮ごと使うので、しっかりと洗っておいてください。8等分に切り分けます。種を取り除きます。半分はトッピング用に薄くスライスします。半量は細かく切り分けます。加熱ムラがないように均等な厚さにしてください。ボウルにホットケーキミックスを入れます。牛乳を流し入れます。ダマや粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせます。とろっと滑らかになったら OK です。細かく切ったリンゴを入れます。ムラがないようにさっくりと混ぜ合わせます。このぐらいになったら OK です。12センチ型を使います。型に合わせてカットしたクッキングシートを敷きます。薄く油を塗っておくと敷きやすいです。シートが焦げないように、型から出ないように切ってください。生地を流し入れます。軽く表面を整えます。薄くスライスしたリンゴを少し重ねて並べていきます。こんな感じにできたら OK です。天板に移して焼いていきます。表面が焦げないようにアルミホイルをかぶせます。天板から上げて粗熱を取ります。粗熱が取れたら型から外します。お好みの大きさに切り分けます。完成しました。リンゴケーキです。いただきます。しっとりふわふわ食感で、リンゴのシャキシャキ感と香りが良くてとても美味しいです。今回の作るポイントは、加熱ムラがないようにリンゴは均等な厚さにスライスしてください。そして表面が焦げないようにアルミホイルをかぶせて調節してください。ただ混ぜて焼くだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。